茨城県を自由気ままに自分のペースで探検していく茨城だらだら探検隊隊長のリュウでございます。いいね、チャンネル登録よろしくです。はい、今日なんですけども、ヤオコーさんで買ってきました。今日ですね、七夕なんですよ。なんでそういったね、季節感みたいのやっぱり大事にしていきましょうということで、七夕寿司です。はい、598円ということでね、ちょっとね、僕的には贅沢しました。はい、結構ね、いろいろ入ってるみたいなんですね。イカ、これが多分、まあ、なんて言うんでしょう、ネギトロっぽいようなマグロでしょうかね。あとカニ、イクラ、キュウリ、あとね、星形の卵と、ここなんですかね、ちょっとこれ今見た感じで分かんない、サーモンですかね。はい、とあとマグロでしょうか。はい、こんな感じでちょっとね、贅沢に食べていきたいと思います。すごいですね、これ綺麗ですね。はい、それでは食べていきたいと思います。もうね、醤油は用意しておきました。いつもかけすぎちゃうんですよね。はい、それではいただきます。まずね、このイカの部分からいってみましょうか。はい、こんな感じです。うん、うまっ。今度ね、このネギトロの部分いってみましょう。はい、こんな感じです。見えますかね、こっちか。はい、うん、やっぱ美味しいですね。もうね、何回も言ってますけども、やっぱスーパーのね、お寿司のね、レベルがやっぱ上がってるんでね。うん、僕がね、小さい頃にもう何十年も前に食べたスーパーのお寿司とはね、もう訳が違いますよね。うん、カニとイクラいただきました。ちょっとね、言わないでもう食べちゃいましたね今ね。はい、もう一回イクラとカニのところです。うん、グッ、美味しいです。はい、じゃあキュウリ、キュウリとカニをね、うん、美味しいです。これね、これなんだろう、あ、やっぱりサーモンですかね。はい、ちょっと食べてみましょう。これちょっとね、わさび醤油ちょっとつけましょうか。はい、それからちょっといただきましょう。お、ちょっとごめんなさい、手が震えてます。ごめんなさい、うまくつかめないので、ちょっとサーモンだけでいきたいと思います。で、かき込みたいかな。なんだろう、サーモンはなんか思ったよりも、うん、そんなことないですね、美味しかったです。はい、次マグロです。はい、こんな感じです。手の震えはね、止まりました。はい、うん、はい、星形の卵もいただきます。グッ、一応ね、全部縦にいただきました。美味しかったです。ちょっとね、サーモンがちょっと硬いかななんて思ったんですけども、そんなことなかったですね、美味しかったです。はい、もう一回、念のためもう一回サーモンをね、食べてみたいと思います。サーモンいきます。うん、
大丈夫です。OK です、OK です。美味しいです。はい。ということでね、ゆっくり、あとは残りはね、食べていきたいと思います。美味しいです。はい、それでは今回ですね、七夕寿司に合わせて飲んでいきたい飲み物はこちらです。じゃん、ドデカミン。乾杯。美味しいですね。はい、それではまね噛んじゃいましたけども、それでは食べていきたいと思います。ごちそうさまでした。